いつの間にということで、いつの間にかイベント終わっていました。ライブパレード。ひどハイスコア。適当すぎるでしょ。マジで適当すぎるでしょ。はい。以上ですじゃない。どうも、気がついたら終わっていたイベント、くさねです。お願いします。昨日ね、あれ何時ぐらい ?10 時、22時ぐらいに、ああ、スタミナ消費しないとと思いながらライブパレードを開いたら、イベント終了してますってのが出まして、あれあれと思ってたら、昨日だったんですよね。びっくりしました。ということで、結果、一応でもイベントポイント、報酬一覧ということで、一応イベントポイントの方、達成ポイントかなの方は最後まで行ってますね。ギリギリ最後まで行きましたという感じで。動員の方も、ちょっと、まだ最後まで行かなかったんですけど、まあそこそこ最後の方まで行ったよということでございまして、まああれかな、僕ちょっとね、本当に今回は、ほとんど先に進めなかったですね。もう途中ぐらいのところでひたすら放置してたんですけども、まあそれでもね、とりあえずはちゃんと報酬はね、アイドルの報酬とかはもらえますし、まあこのポイントとかはね、もらえますので、まあまあいいかなということで、僕は今回は、基本的にはもうほぼ手前の方のところでやってたんですけども、まあどうなんでしょうね、ライブパレードね。まあ僕は好きですよ、楽なんで。まあ基本放置してるだけなんで、楽だなというふうな感じで、僕はの中でアタポンと同じぐらい、あはは、楽だ、あへーへー、あへーって感じなんで、本当にね、楽だなという感想です。はい。で、次が、キャラバンですか？キャラバンって書いてたような気がしますので、キャラバンもね、キャラバンでね、楽なんでね、キャラバンも基本放置適当にしとくだけなんで、まあね、楽なんで、まあでもね、通常の曲はちょっとね、スタミナ消費が少ないんでね、パレードとかやっぱり30とか40とか消費してくるので美味しかったんですけど、まあね、通常特にキャラバンとかはね、もう単発消費しかできないのでね、アタポンとかはね、2倍消費とかできますけど、単発消費なんで本当に使い切れなくてね、でまあもうね、なかなかね、正直やれる時間はね、限られてきてるので、まあやっぱりね、ちょっとした間の時間とかにね、まあ、放置でスタミナ消費していくぐらいはね、していかないといけないのかなというふうには僕は思っていますね。はい。まあちょっとね、前回の動画とかでもね、お話ししたんですけれども、まあちょっとずつね、動画を投稿していかないといけないと。で、僕がね、動画を投稿していた、デジタルの動画を投稿していた時は、本当にね、思いついたら適当に撮っていたっていうことがありましたので、今回も、まあ今回はイベント結果といういつもの感じなんですけども、まあいつもの感じではなく、サムネとかね、タイトルもあんまりいつものような感じではなくで、ね、ちょっとまあ、もうちょっと考えてと、これから投稿しようかなと思いますけども、まあ、そんな感じで、ちょっとでもね、何かあった時にね、撮れる時には撮っていこうかなと思っています。何ですか？リハビリ期間ですね。リハビリ期間で、やっていきます。動画を投稿したら登録者は減っています。はい。ということで、現状、まだまだモチベーションは、結構低いところにいますけども、まあね、何ですか？これからは何が来るんですか？あれか。総選挙かな、総選挙ぐらいが来るのでね、まあ、総選挙の時とかにね、またね、いろいろと盛り上がっていけたらいいかなと思いますのでね。はい。まあ、本当に僕はね、アイリーのイベントかな、来るまでは本当に何もできないので、もう下がっていく一方なんでね、早めに来ていただけると僕は嬉しいなと思います。はい。以上で、そうでじゃないかな。特に何か話すことはないと思うのでね。はい、別に他の話はできるんですけども、まあ、今回は、ね、デレステということでいいっていう意味では特にないので終わります。あ、コラボね、今やってますね。単発でなんか出たらいいなということで、僕あの作品僕よくわからないので、ゾンビなんとかななんとかはわからないですけども、あ、ちなみに今デジモン、セイバーズ見てます。アマプラで無料公開されて、無料アマプラで見れるように なってたので見てます。またその話もするかもね。バイビー。